ルフ業界を盛り上げようということで始まりましたチェケラーゴルフ。今回は ACT の皆さんと越谷ゴルフクラブに来ました。ゴルフ前の準備と教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。それではチェケラー。じゃあマネージメントよろしくお願いします。パー4でフラットなんですけど、OB で左に池がもうずっと続いてます。3つにわたってまあまあ広いんですけど、はい、難しいで330ヤード、はい、短め、うん、短め。雪乃ちゃんだったらどういうマネジメントでどういうアドレス取って最後までどういうイメージでいく感じですか？私基本的に吹き流しがあるともうそれ狙っちゃうんですよ。ここあの吹き流し狙います？狙います。そこのかかってるちょっとかかってきてる池とかは全然気にならない？今日ファーストショットで多分その池は普通に打てば超えるんじゃないかなと思うので、ね、うんうん、あんまりあそこの池は無視して行きますかね、うんうん、そしたら多分2発ぐらい飛んだら130ヤードなので、うん、そしたらピンに向かってゴーみたいな感じです。寒いし、はい、ね、ちょっと引っ掛けたりとかしやすいんですよね、はい、あの冬は、はい、特に。であと1番ティーは、うん、緊張してるとまた左に行きやすいってデータ出てるんで、はい、これほとんどのアマチュアの方は左の池気になるんじゃないかなって結構難しいところだと思うんですよね、はい、あのすごい安全なのは、はい、絶対当たるだろうなっていうウッドとかユーティリティ でこれ短いんで幸いにもそこがフェアですよね。330ヤードで特にあの出だしだからもう160、70飛ばしてもう一回170で届くんですよ。十分アプローチもそんなに難しくない、はい、っていうのを考えたら全然ここはユーティリティでさらに曲がり幅を狭めて勝負するっていうのも全然あるです、うん、これだけタイトだと、はい、OB と池プロじゃないんだから、はい、最初の勝負はウォームアップも兼ねて全部やっちゃおうみたいな感覚でもいいです、うん、なんかドライバー打たなきゃいけないルールなんて全然ないん で最初ボギーだったら全然 OK ですよ。最初の1ホールで全部やっちゃうっていう、うん、ロングアイアン打つのもいいウォームアップになるんで、はい、だから長いの2個打ってアプローチもやっちゃう、はい、おほほほ、もう俺超ナイスじゃん。超ナイス、ナイスショ。乗ったか乗んないか、乗ったか乗んないかって感じですねこれね、はい、ボギーで OK。 もうこんだけ寒いとナイス。525ヤードのパー5、はい、B ずっと OB、うん、左もずっと池 で、うん、でさらにセカンド右に池が出てくるっていう、うん、はちゃめちゃ難しいんですよここもまた、はいはい、だからあんまりさっきみたいなじゃあちょっと楽して5番ウッドでチートしましょうかみたいなのも結構やりにくい、うん、距離も出していきたいホールなんで、はい、でドライバー打っていかなきゃちょっとしんどいかなっていう、はい、もう最初から6を覚悟しない限りね、はい、でも6パー5でボギーを狙いに行くっていうのはマネジメントとしてはちょっとないんで、うん、カート道の位置が今度左に入ってきてるんで、はい、右の OB の率がぐんと減ってる。確かにポンポンポンって言ってコーンと跳ねておいっていうのがなくなってるんで、うん、右が広く使える、うん、でちょっとやっぱり左にやや行ってる、はい、ドライバーね、はい、で普段の傾向がここで自分で分かってたらもっとやりやすいけど、うん、今日だけの傾向でマネージメントすると、うん、僕がキャディだったら絶対的に、はい、そこの右、はい、10ヤード右、はい、分かります、うん、10ヤード右ってもう15ヤードぐらい右で、はい、右に行く雰囲気がないんだよ、うんうんうん、そこで勝負してで多少行っても OB にならないかなっていうんでそこから勝負する。分かりました。マネージメントでドライバーでいいと思います、はい。おお、構えたとこ出て、これ持ち球かな、これが。これ、そうですね、こんな感じか。完璧。おお、これいいですね。完璧なショット。よし、うん、オッケー。今のだったらもう、
100回やっても池も多いもないと、うん、今のマネージメントをしたら、はい、でマネージメントする時のコツは、はい、同じことを100回やった時に一番スコアが良くなる方法っていうのを選択するべき、うんうん、今日一か八かだっていうのは優勝争いすることなんてないじゃないですか、はいはい、だから それはまた違うんだけど、そうじゃない時はそれを肝に持って考えるといい。これ当てられたらすごいな、この距離。当てられますよ、だって1キロ当てられる。やってる、これ相当むずいよ、当てるの。うわ、当たった当たった、すごい、これ340当たった、すごい。残り340なんで、うん、本当は得意な70ヤードに残したいけど、それ無理じゃないですか、うん、届かない。まあもうこれはとにかく左、またカート道もあるし、うん、左を下げた、まあ右側のあの池はもう近いんで、うん、多分大丈夫だから、はい、あのフェアウェイ右狙って、うん、あの打っていくって。これけど最悪だな、このライ。最悪ですね。危ないな。これちょっとどこ狙ってます？え、あの木の、うん、手前の木のちょっと左目。いやー、今ちょっとやばいの出たよ。え、嘘。だいぶ右。右向いてました。あ、やっぱ。出ちゃうんだ。出た出た。今度右の木、うん、ちょっと左ってる。そうそう、うん、これ今完璧。これ気持ち悪いですね。気持ち悪い。あ、気持ち悪いで、ライも気持ち悪いから、これ嫌だろうな。あ、うまい、うまい。けどよくわかるか。でもいいか。オッケーオッケーオッケー。190ヤードで、まあここから見えないですけど、右に池が入ってるんで、はい、グリーンの隣に、はい、まあ右アウトだ。でピンは右サイドじゃないですか、はい、で右には絶対行きたくないん で左は広いから、はい、ここはピンにさらにちょっと左向いて5ヤードぐらい左向いて、はい、あくまで絶対ビゲニア入れなくて、最悪アプローチのみマネージメントをした方がいいです、はい、おー、地玉かなこれ。オッケーオッケー、ナイスショット。ありがとうございます。こういう薄いさ、はい、ところはアプローチに簡単じゃないから。いや、ここからここまでの距離感が分かんないんですよ。あ、これはここまでの距離感。じゃあ、あの両方 やってみたら。はい、私結構アプローチ選択しちゃってなんで。それ58。はい、もうこういうのがあったらもう、うん、アプローチなんですね、はい、これはもう普通はやっぱもうショーノリススタイル。パターは全然いいと思うけど、まあ、じゃあこれいきましょう。うん、うますぎてそれならいいかな。でもこれまあほとんどのアマチュアはこんなことできないんで、ここはここからここにぴったりあのパッとする強さをまずイメージ、それが大事。全体じゃなくてここからそこまで自分の中でイメージ出した後に、あとはもうそれ追加するんですよ。ここからそこ、うん、そうそう、ここからはこれぐらいだなっていうのと、ここまではちょっと違う、うん、これぐらいだなっていうのをこう、はい、まあね、うん、けどこれはちゃっくりとかトップしちゃうアマチュアの人にしたら絶対こっちの方が。58でできる人ってやっぱプロレベルだから追加するっていうのは分かりやすいですね。そうそう、こんぐらいやればいいけど、うん、両方パート、はい、追加するっていうのは分かりやすいですね。いや、こういうね、ライとか あの意外と結構みんなけどウェッジ使わなきゃいけないと思うじゃないですか。こんなのはプロでももうしびれる、しびれちゃう。嫌ですね。だからもうあの結構こんなのね、アンジュレーションなんかないに等しい。ちょっともうこれはもうやってみましょう。これはでもこの追加方法で、うん、その追加方法で、追加方法でそんなしびれにならなくていいんだよね。あ、なんとなくこれぐらいだっていうパターっていうのはそういうところがすごく大事。そうか。これね、アプローチでこれぐらい寄せられるって多分
もう今のライダーとほとんどないんだよ。そうですね、うん、追加方法いい。128のアゲンストで、ピンは僕、まあ、池ありますけど、はい、これはゆきのちゃん全く気にならないでしょ。私は、うん、気になる人はちょっと大きめ持とうとか思うんですか。いやー、これ大きめに持ったからっていうことじゃなくて、あの、もっとしっかりコンタクトするのは絶対超えるんで、128ですし、うん、ここは池気にしててはダメっていうレベルのとこかな。これはあんま関係ないです、うん、でもあのアゲンストが入ってるんで、うん、でやや上りかなって、はい、傾斜は。だから10は絶対に 見なきゃいけなくて、15ぐらい僕は見てもいいかなと思うぐらいですね。140ヤードぐらいは打っていいかなって感じする。で、左右に別に外したらいけないスポットっていうのがあんまなくて、はい、うん、だからここはそんなに考えないで距離だけしっかり上りとアゲンストをちゃんと計算して、7番が122キャリーだとしたら140だと何番でも6の後が150ぐらい、145ぐらい。あ、そこがない。で、今6番、これ6持ってるんですけど、うん、これで140だと思ってたんですよ。うん、キャリーは多分135とかだった。あー、OKOKOK、それだったらいいかな、大丈夫。ちょっとだから手前に、まあ、ここは手前からパターでも全然、手前に乗っちゃう。なんかあの大きく持ちすぎて緩めるのはあの良くないんで。結構風上げてますね。上げてますね。上げてるとあの基本的に感じて強く打って左に行きやすくなるんで、これまた、はい、当てに行くんで、はい、強めに、はい、風感じると大体人間って、はいはい、それで低く打ちたいとかちょっとでもそういう邪念が出てくるとまた左に行きやすくなる、はい、ここは右向きましょう。そうですね、はい。ナイス、構えたとこ、ナイスナイスショット。でもやっぱり小さめでしたね、手前に乗るって、うん、そしたらこの大きいクラブ、はい、150ヤードのやつ、ちょっとのやつもう一回。でも結構上げてたからなんかこっちでもいいかなって思います、うん、それで145キャリーぐらいでしたね、うん、そしたら合っちゃうかもしれないけど、一応じゃあそうじゃなくてでかすぎる時のクラブで距離不安だから、不安だなって時あるじゃないですか。グリップダウンで打つのを一回やってみましょう。あ、ちょっと、もうそれじゃ足りない。もっと、そう、うん、やっぱ、わあ、来た。やっぱ短く持ってちょうどよかった。そう、短く持ってやっぱりそのミート率すごい上がるんで。ああ。あれだけ短く持ったら距離はちゃんと落ちてくれるから。ああ。あ、じゃあちょっとだけ短く持ったぐらいじゃあんまり意味ないんです。持つならしっかりその今平周吾選手はもうそこまでいってるけど、しっかり距離落とすときはそうやってやって打つとミート率も上がって、あの距離もちゃんと落ちるんで、バーディーだ。本番強いね。いやいや、ありがとうございます。今ちょっと 2.5 秒意識しました、うん、ちょっとだけ 3.5 だけどね。 3.5 ちょっと全然習得できてないじゃない。いやいや、今日はありがとうございました。ありがとうございました。この動画が良かったなと思った方、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではチェケラー。